こんにちは、まい先生です。今日はピアノにどうしてもなんだか気持ちが向かない、あんなにやる気を持って意欲を持って始めたピアノなのに、どうしてもピアノを弾く気が起こらない、湧き上がるような楽しみや喜びがピアノから感じられない、なんていう時、そんな時期どなたにでもあります。そういう時どうしたらいいかなっていうお話を少ししようと思います。ピアノの練習、意欲を持ってワクワクしながら始めて回転数高く練習をしていた方、より一層そのバイオリズムの中でドーンと下がってしまう時期がやっぱりある方もたくさんいらっしゃいます。なのでご心配なさらないでくださいね。そういう時は少し、ピアノと距離を置くという手もありますが、なるべくピアノの前には行くようにしてみてください。ただその時に何か上手くならなきゃいけないとか、何かできるようにならなきゃいけないという気持ちをとりあえず緩やかにちょっと手放しておいてください。やり方は2つ。そんな時にただただ美しいかどうかの音を聞く練習、美しい音をちょっと出してみる練習、和音を弾くだけでもいいですし、それからそのもう一つのパターンは、何かと思わずにもう一つ何かをするという役割を決めておいて、例えばスケールを何調弾く、何パターン弾く、スケールを何パターン弾く、それをしたら私の今日のノルマは達成した、うまく練習がいった、そういうふうに切り替えていただいて、ピアノとの距離だけは、心の距離は少し離れているかもしれませんが、実際のピアノは今日も練習をした、練習は積み重なっているから大丈夫、気持ちが向いた時にまたいい演奏しよう、そんな風に思って緩やかに少しペースを落としてみてください。どうしても鍵盤を触ることに少しもうなんだか嫌悪感があるな、自分を責めてしまうような気持ちがあるな、あんなに好きだったピアノ、私は今なんだかうまくいかない、そんな気持ちに少し嫌気がさしてしまうこともあるかもしれません。そんな時は、ピアノの近くまで行って鍵盤を開けておいて、蓋を開けておいて、そして椅子に座って何か読書をするでも、美味しいお茶を、鍵盤の方にかけないように気をつけてくださいね、美味しいお茶を飲む、そこで少しリラックスする気持ちを持つ、ピアノとは心はつながっていますよという状態を少し作って、そしてまた徐々に練習を再開していく、こういうパターンでまたなんだか少しずつピアノを弾きたくなってきました、そういう方もいらっしゃいます。どうしてもね、ピアノとご自身のこう心の距離が離れがちになってしまったり、うまくいかないことに嫌気がさしてしまったり、そういう場合は緩やかにすること、もしくはその近くでリラックスをする何か楽しみをすること、もう一つはすることだけを決めてそれをこなすことで、日々練習を積み重ねたという自信をつけていって、ご自身の気持ちが盛り上がってくるのを待つという時間にしてみてはいかがでしょうか。大抵なんだか気持ちが乗らなくなったという時は、やり尽くしてしまったのでどうしても次のハードルが高く感じてしまっていることも多いんです。ですから停滞しているのではなくて、今ぐーっとテクニックにしても気持ちにしても登ったので、少し壁に当たっている時かもしれません。ゆっくりと歩いていくことで、だんだんその壁を乗り越える階段見つかると思います。今日はなんだかあんなに意欲があったのにやる気がなくなっちゃった、ちょっとピアノに気持ちが乗らなくなっちゃったという時の対処方法のお話をしました。ぜひ、気長にご自身の気持ちを待ってあげて、楽しくまたピアノが弾けるように心を運んでくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。